はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ピシャーチャーチのサバチですね、パート17やっていきたいと思いますね。ね、なかなかねいい感じになってきましたね。あ、ジャダ村ね、シャッフルハートさんがね入ってきたんで、かなりね、広がるんですよね、移動できる場所がね。で、今どうなのかなと、ファルガナの地図見ましょうか。あ、はいはい、左側、左上、北東、ほが東じゃないね、北西ですね。そちらの部分と、あと、なんだっけ、そこの洞窟もね、もう行けるようになったんじゃないのかなと思いますのでね。あ、そうだ、システム設定の位置と、はいと、はいでいいよね。でもここ取って出ていってもね、へっちゃら。ね、ファイターリベンジ上げたでしょ。そうだ、ウッディーン、力の源、ファイターリベンジやりますよ。ウッディーン、ありがとう、マーディーと。ね、ウッディーンの CTM が上がるんですね。で、これね、マーター出たらね、もう今、在庫なくなっちゃったんでね、ダメなんですけどね。17、1しか上がらないのね。1しか上がらないのか。困ったもんだな。ここ、本当にね、ようさん出るんですよ、これ。アーベル、これ上げるよ、見事なシップインボトルだろ。ふん、ありがとう。ちなみにボトル中身はどうじゃと。まあ、アーベルさんね、28あったんでね。まあ、酒くれっていうことなんでしょうね。まあ、逆にアーベルにとってはすごい嫌味な内容ですよね。ね、アーベルさん29ありますね。あ、落ちる？あ、落ちるわ、これ。あー、もう本当にね。あの、サージ用のね、おべっか道具はないんです、まだ。ないんで、どうしようもないんですよね。ほんま、ここ、鬼門だね。あの、ここの、あの、緑のね、場所はね。あ、ここ、なんだっけ入ったのが生きたの、見るの忘れた。イブンイルスの洞窟だったら正解なんですけど、あ、正解です。じゃあ、今日は、今日というか、このパートは、ここやっていきましょうかね。どうしようかな。入っちゃおうか、もう。ハズレですね。さあ、やっつけちゃいましょう。まあまあいけるでしょう。あ、セントラックだわ。うわあ、アーベル何してんだ、もうあいつは本当に自殺願望だね。アーベルさんはね、もう、うん、どっか行ってもらっちゃいましょう。ああ、ちゃんと向こう行かせましたね。まあ、たまたまなんでしょうけどね。本当安心して見れるようになった。1日の売り上げも結構良くなりましたしね。これでね、だいぶね、お金はもう、お金に関してはだいぶね、ゆとりができるようになっていきますよね。あとどんどんレベル上げて進捗を増やしていくってとこかな。あ、ないよね、ないよね。あ、外れよね。で、宝箱があります。お金ですね。はい、センティラーで、お次は、ちょっとね、フロアが分かれるような感じですね。ここからね、ですんで、レベルもね、結構、サクサクっと上がっていくような、まあ、サクサクまでいかないかな。まあ、あの、安定して上げれると思いますんでね。ひょっとしたら、これあれかな、エメラルドドラゴンの時はね、この戦闘にパターンがあるんじゃないのっていう感じでね、敵の出方とね、うん、敵の配置とかもパターンがあるねっていう話したんですけど、サバッシュどうなんでしょうね。まあ、こっちの方が古いんで、そんなもんもあるのかもしれないですけどもね。でもなんかサバッシュでそれを感じたことはないですね、私ね。
始めれます。あー楽になったね。ただ戦闘がちょっと長いね。あのヌイみたいなね、あのうろちょろうろちょろヒットアンドウェイヨーヒットアンドアウェイか、うん、してくる敵さんはね時間かかるんですよね。ヒール失敗したらどうしようかなと思ったんですけどね。あいい感じでもう、戦闘が終了するね。手前でできたんでいいかなっていう気がね。あー道迷うなこれ。また道迷いますね。まだ行けんのこっちは。行けちゃう。あ手堅いとこが行こうかな。棒は役に立つわ。あそうなのね。あシャフロナーズが棒を確か使えたような気がするんですけど、まあ余ったらいいですよね。もう装備は多分買わなくて、あまあ防具は買った方がいいかもしれないんですけど、いやでも防具もねそんなに手が入ったと思う、手に入ったと思うんでね、いいかなっていう。どちらかというとお金はテリアカとかの方に回した方がいいかったかもしれないですね。結構ね洞窟でねアイテムって入ったりしますので、また赤くなっちゃったね。ちゃちゃちゃっと、いやいやもういいですよ。ちゃちゃちゃっと行きたいんですよね。あ、針がいるね。あ、そっち行っちゃったら怖いんだけど。突っ込んでこない？あ、よかった。なんかね。マージーさんほったらかされてますけどね、ヒール唱えてくんないんかな。あでもやばい気がする。てか死にかけですね。やばいじゃない。あこれダメだ。薬でザムザムをシャフルナーズに当てましょう。まあ、いけましたね。まあでも怖いもんね。これ当たんないんだよね。うん、オルさんはね、多分デックスがないんでね。デックスというかアジリティか、こっちでこのゲームで言うとね。うん本当このゲーム戦闘長いから喋ることがなくなっちゃうわ本当にね。また女の人がいて、イルマクの祠に地図があるよっていうのはもう聞いてましたし、あこれはひょっとすると、あ違った、お金だった、アイテムかなと思ったんですけどね。どうも甘かったようですね。あまたマーディさんなんか
赤くなりそうな気がしますね、次の敵さんの攻撃でね。レベル上がりました。もうなんかね、向きにレベル上げる必要もねなくなってきたかなというか、勝手に上がってくれますんでね。ああ、やっとここまで来た。シャフナードこっちに起こせと。ああ、そんなこと言ってくるのね。実は今週から秋の長雨っていうんですか、今週から期間的にやるのかな、いや適当なこと言いましたけどね、私ね、まああの秋雨前線ですか、なあどこにどこにあれ持ってきてんのね、もう本当にアーベルはもうたまったもんじゃないわ。まあちょっと天気が悪いんですけどね今週。まあ今日はまあ取りだめしてますんでね、今日は9月の12日ですね。これが公開されるのはちょっと先になると思うんですけどね。あ、なんかダメージが100超え出しましたね、マージちゃんね。さあ、ここね、ここに何があるんだろう、そもそも。ちょっとこっち何かない？あ、なんかあるね。あ、でも外にだいぶ回らないといけないんだね。さあ、お来るかな。あ、来ない。あの宝箱来るとね、なんかアイテム入るかなとついつい期待しちゃいますね。左側にちょっと人いましたけどね、男性がね。これは金でしょ。センティラばっかりだね。もうちょっと景気よくいってほしいんですけどね。あ、強なった。もうここの敵さん負けないですね。あ、レベル上がってからガンガン当たるようになりましたね、さらにね。もうディーンさんまだダメージ食らうんですね。お、今度アーベルがね、レベル上がりましたよと。また会おうかね。センチラばっかだね。よいしょ。これはもう開けてるとこでいいのかな？いや、だよね。記憶にない。記憶にない。うわ、もうわからなくなってきた。戻って行っときましょうか。こっちだね。うん、こっちでいいような気がしますよ。あ、そうだね。アーベルがね、ヌエを一旦でやってくれますもんね。気持ちよくなりますけどね。何やっても相変わらずだな。はい、シャフルナーさんも上がりましたね。さて、よいしょ、ここは、あ、これ入り口ね。入り口ですね。あ、プートス
勝てなきゃ、あの私に余震でいいのか鬼神でいいのかはちょっと字が読みません。調べとこうかな。結構ね戦闘する時間が長いのでカンニングとかにできたりするんですよね。まあカンニングはね今はもういらないですね。とりあえずね。鬼神でいいのかな。なんかそんな気がしてきた。あ、終わったよね戦闘ね。今ちょっとね変換かけたら鬼神で一発出てきたんだよね。あ、鬼神だわ。自社等に物品や金銭を寄付することっていうね、グーグル先生言ってますね。あ、まあウルさんなんで大丈夫か。あれ、雨はまだ大丈夫なのかな。なんか街行く人がすごく速いスピードで歩いてるような気がする。あ、なんだここ2階あるのか。あ、いや結構時間かかりそうだね。お、広いな相変わらず。あ、やっと来た、やっとドンつきだね。ちょっと奥からね攻めていきましょう。敵さんもエンカウントしないかもしれないんでね。まあそう思うと楽だね。次のとこ見つけないといけないね。おっと、上、あ、上引っかかったね。これも上、ああダメね。で下行っちゃいましょう。あ、こっち多分行き止まるんでしょこれ、本域的にね。うん、いいですね。これ潰していけば、あ、敵がいる。あ、あら、あらららら、これ敵さんの方行くよね。あ、行くね。あ、なんかある。あ、これ繋がったのか。一応やっときましょうか。え、そんな場所で勝てるもんか。ないですよ。痛いね。あ、かなり痛いわ。あららららららら、ら、これ弓にも射程距離長い短いがあったかな。棒ね、なかったかな。
ティンさんはこれで復活するんでね、まあいいんですけど、まあ、狙ってヒールはできないんでね、これ戻っちゃったのよね。だからこっち帰った方がいいんでしょうね。あ、ここね。おっと、行き止まるのね。あ、じゃあね、ちょっと時間よろしいのでこの辺で終わっていきましょうかね。フィッシャー88のサワシですね、パート17、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。